Kids 802。FM8 万人から落合健太郎が生放送でお送りしております。時刻は10時2分、ロッキーZ2マンデー。この時間スタジオに来てくれたのはこの3人です。よろしくお願いします。ビーバーのピアノボーカル杉本です。ドラムの川辺です。ベースの奥野です。どうもよろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりですね。はい、あのちょうどね、まあ、1年ぐらい前になりますけれども、はいはい、リクエストステージでは本当にお世話になりまして、ありがとうございました。大阪城ホール、昨年のリクエストステージのトップバッターとしてウィーバーをね、うん、はい、そうですね、はい、しけんさんの最初の MC があったからこそもう盛り上がったライブでしたよ。いや緊張しました。なんかここで俺俺ここで噛んだらもうこれもうやばいなと。いや、まあ、やばいですねみたいなね、感じがありましたけども、どうもお久しぶりです。はい、はい、お久しぶりです、こうやってあのスタジオでお迎えするのはね、ちょっと久々なんですけれども、はいはいはい、久々に帰ってきた感じですか。そうでもないのか。先週も実はちょっと先週もいたんだ、はい、はい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 、でもやっぱ関西帰ってくると落ち着く反面、うん、やっぱりみんな笑いに厳しいんで、そうですもうラジオ局とかに来るとな、笑いに厳しいのと、あとな、関西人は見た目に対していちいち何かコメントをしてくる。僕はあの1年前から金髪にしてるんですけど、関東とかにおったらそんないじられることないんですけど、この特に802とか来たら、はいはいはい、お前新しい10円玉の色みたいな新しいなとか何か言わんと聞いてない。いちいち何か言われるんですよ。おもろいな、確かに。もう油断してるから何も返せなくてああそうかそうか、そうどうしたんだお前、忘れちゃったんじゃないかみたいなね、ここでまた言われたりとか、はい、なるほど。あのね、今夜はウィーワーが生出演ということで、はい、もうねリスナーのみんなからも本当たくさんメッセージが嬉しいです。届いてるんですけれども、こちら大東市の17歳三輪湾、清水谷高校2年水泳部の三輪湾、水泳部、はい、うん、生出演楽しみにしていました。ありがとうございます。3年半ぶりのアルバム発売おめでとうございます。ありがとうございます。ところで、はい、昨日はバレンタインデーでしたねと。お今日学校はちょこちょこで女子が走り回ってました。あそこ今日 月曜日でね。そうそうそう、ウィーバーの皆さんはバレンタインの思い出何かありますか。何かありますか。そうですね、僕は中学の時に初めて人にあのバレンタインをもらったんですけど、はいはいはい、まあ、喜んでその、まあ、食べてみてよと、目の前で食べてみてよと言われて、はいはいはい、喜んで食べたらわさび入ってていたずらも流行ってたんですよ。その時なんかその仲間うちの間でこう、はいはい、チョコあげるっつってあげたらなんか入ってるみたいなのがそれにまんまってやられて僕のピュアな気持ちを示して喜んだのにつねえ、それはちょっと覚えてます、ね、大事に食べようと思って、そう、はい、うん、どうコメントしようかなぐらいは考えてました。おいしいって言おうと辛っ反対のコメントしかできない。いたずらね、やったらダメですよ。だから2人はありますか。そうですね、僕川辺は小学校3年生ぐらいの時にモテ期が多分こう来てて、人生のピークが、人生のピークがそこで来てて、まあまあ早く、早めに来たんですけど合計で7個もらって、めちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。ちょっと俺もモテるでってこう小学生ながら多分ちょっと調子に乗ったとこもあったと思うんですけど、でこの1ヶ月後のそのホワイトデーで向こうはその一人一人からくれるわけですけど、僕同じ日にこう7個返さなきゃいけないんですよ。で学校にはちょっと持ってきちゃダメみたいな感じがあったんで、その終わった後に雨降ってたんですけど、母親と一緒にそれぞれの家に7個ね、マシュマロとか入ってるやつをこう配って帰ったっていう甘い思い出がありますね。お母さんと一緒に行くよ、小三だったら。そうですよ、夜ね、出歩いちゃダメだから。真面目か。すごいな、はい、ピンポーンと押しながら行ったんだ。やりました、ピンポーンでした。携帯もなかったっすもんね。ないもんね。そうですよ。そうか。そう、杉本君はこの流れで言ったら何も面白いことないんですけど。もらうでしょ、すごく。どうなんですか。いやいや、僕も割と中学がピークだったんですけど、人生。はいはいはい。でも一個本当に記憶に残っているのがすごいドラマチックなシチュエーションでもらって、こう学園ドラマみたいにこう階段の一つ上の方からもうずっとめちゃめちゃ仲いい子から杉本ちょっと待ってって言われて呼び止められて、でこれチョコレートって結構ぶっきらぼうに渡されたんで、あもうこれ絶対ギリチョコやと思って後で友達に聞いたらもうそれが本命やったっていうのがあったりして、甘酸っぱいもうちょっとあれはシチュエーションずるかったですね。そうだよね、ドキッとしかもぶっきらぼうに渡すっていうのね。そうなんですよね、もう完全に少女漫画ではもうね定番の、はい、
何もボケれなくてすいません。いや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 、いいじゃないですか。まあそれぞれ素敵なね、はい、思い出がありますけれども、続いて伊賀市、ラジオネーム伊賀市、はい、奈良県北葛城郡19歳の女の子ですね、ナイトレインボーリリース、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そしてありがとうございますってねメッセージいただいておりますが、はい、私は毎回ウィーバーの CD が出るとウォークマンで今までの曲と合わせ最初から聴くというのをやっています。歴史をたどりながら聴く感じです。嬉しい。ウィーバーの皆さんは音楽を聴くとき何かこだわりありますか？またおすすめの洋楽とかなんかよかったら教えていただきたいと思いますって、ね、メッセージいただきました。そうですね、僕は最近も絶対にやっぱヘッドフォンで聴きますね、はい、やっぱり昔はイヤホンでずっと聴いてたんですけど、うんうんうん、イヤホンじゃ出ない低音があるんですよ。やっぱりそのやっぱりいい音で聴きたいので、うんうん、ヘッドフォンで聴くっていうのはすごくこだわってます最近。はいはいはい、いいですね、はい、なるほど。その何で聴くかってね、そうですね、こだわりですね。はいはいはい、何かありますか？まあ僕も多分同じようなことになるんですけど、うん、今ってパソコンからで弾いたりする、うん、あれもあるじゃないですか。僕パソコンにも一応スピーカーがついてて、いい音ではなるんですけど、はい、やっぱり一番最初は CD プレイヤーで聞きたいっていう、ずっとそれで聞いてきてたんで、そう、ね、その CD プレイヤーで聞くことで初めての感動を得たいっていうのはあるんで、はいはい、絶対に最初はその CD プレイヤーで聞いたり聞くようにしてますね。なるほど。ファイブ君はどうですか？僕よく移動中に音楽を聞くんですけど、このなんか新しい CD、 そのシチュエーションとかその曲の世界観とか知らないままに聞いているのに、うんうん、なぜかその自分の家、例えば電車もそうだし歩いててもそうだし、うんうん、なぜかこのシチュエーションとすごい合う瞬間っていうのがあって、ありますね。あの瞬間すごい幸せなんですよね。わかるわかるわかる、ありますね、はい、音楽とそのね風景がね、はい、マッチするっていうかね。そうですね、洋楽とかなんかありますか最近？あの実は僕ら3人先週も大阪に来てたんですよ、うん、はいはいはい、でそれはあのプロモーションだったんですけど、時間があったんで Years and Years っていう、はいはい、あのライブを見に行って、たまたま結構ハチマウニーのスタッフさんもたくさんいて、すごい楽しかった、楽しかったですね。結構 R&B っぽいものを取り入れていて、なんかそれがロンドンでも僕たちあの実は半年間ロンドン留学していて、どんどん世界的にまたその80年代の音楽がリバイバル的に流行ってるなっていうのを感じたので、だからすごくチェックしてたのでライブ見れて嬉しかったですね。うんうん、そうだよね。そうだ、ロンドンね半年間、はい、あのその半年間は結構やっぱ自分たちに大きな影響を与えたんじゃないかなと思いますけれども、うん、はい、今回のアルバムを作るにあたって、うんうんうん、その経験は どんな感じでしたか？そうですね、僕たちはあのピアノベース、うん、ドラムの3ピースなんですけど、はい、今まではなんかそのピアノでやらなくちゃっていうのところに、うん、いい意味でも悪い意味でもちょっと縛られているところがあって、うん、曲作りの幅を狭めてたなっていうのがあったんですけど、はい、やっぱりロンドンに行ってからっていうのはやっぱりすごく向こうのインディーズバンドとかも見ている中で、うん、本当に自分がやりたいことを自信を持ってやってで生まれてくる音ってすげえ強いなっていうのを感じたんですよね、はいはいはい、だから僕たちも改めて一から考えていって、自分たちがやりたいものっていうのを突き詰めていった時に、うん、もちろんこうピアノは軸にしながらもいろいろ結構3人とも楽器をいろんなもの弾けるので、うん、そういうものをこう音の中にも取り入れたら面白いんじゃないかなということで、今回は結構シンセなんかも使ったりしてますね。あのメッセージでね本当にね、はい、みんな、ナイトレインボーもう本当待ってたというですねメッセージがすごく多くて、はい、京都府南丹市17歳の吉野もナイトレインボー聞きました。新しくてウィーバーらしい素敵な曲ばかりでした。私はその中でもウェルカムが一番好きです。スーッと心に入ってくる感じとコーラスが本当に大好きです。メッセージをいただいてるんですが、ありがとうございます。今回のアルバムのタイトルがナイトレインボーというタイトルで、はいはい、このウェルカムにね、夜にかかる虹を見たそうですね、はい、中に、その夜にかかる虹ってこうなかなか見れないものなんですけれど、うん、本当にこう見れた人には幸福が訪れるって言われていて、その僕ら そのアルバムも人を幸せにするものならいいなって思ってそのタイトルをつけたんですけど、はい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 、その言ってもらったウェルカムなんかは、うん、その全部ロンドンでその曲を作ってちょっと歌詞を書いてとかしてたんですけど、うん、この向こうにいる間に全然やっぱライブもできないし、うんうんうん、自分たちのファンももちろんいない中で、うん、なんか自分たちのなんか生きる意味とか音楽をやる意味とかなんだろうとか、はいはい、そういうことをすごい考えさせられたんですけれど、はい、そんな中で僕たちの作る音楽がその誰かを待っていたようなそういうなんかちょっと擬人化するみたいな、うんうんうん、そういう感覚がちょっと生まれてきて、そのウェルカムっていう歌詞の中ではそういう歌詞が世界観が描かれてるんですけれど、うん、そういうとこも聞いてもらえたら嬉しいなと思います、ね、うん、そうですね。あとすごく歌詞に光っていう言葉が、はい、たくさん使われてるなという印象を受けたんですけれども、うん、はい、これもやっぱりそのなんだろう、この世界観を表すのにすごく、そうですね、その昔からそのウィーバーデビューする前から、うん、はい、なんかライブがキラキラしてるって言ってもらえることが多くて、そうですね、僕ら自身はそれが
わからないですけど、もちろん自分たちのライブが見れないんですけど、でもやっぱりもしかしたらビーバーにはそういう光とか、まあ、最近星とかもそうですけど、なんかそういう言葉が似合うのかなっていうふうに思ってて、そういう言葉をその杉本が歌ったら、よりこうみんなの心に入りやすいのかなとか思いますね。そうですね。じゃあここで一曲行こうかなと思うんですが、はい、この曲はもう一気にクラブシーンへと連れてくれるような、ね、はい、もうイントロから非常に印象的な曲ですけど、これはどういう風に作った一曲ですか？このココっていうのが実際にロンドンにあるパブの名前で、はい、うん、僕たちそこに何度か行ってその音楽を触れてたんですけど、はい、バンド音楽だけじゃなくてクラブ、今言ってもらったクラブミュージックだったり、EDM なんかもそこで聞いて、なんかそこで生まれる音楽の一体感というか空間みたいなものが自分たち、僕らが今目指しているライブにすごく通ずるとこがあるなっていうのを感じたので、はいはい、そこから自然とそういう EDM サウンドっていうのを今回取り入れてこの曲が生まれましたね。なるほど、はい、じゃあちょっと早速聞いてみたいと思います。曲紹介お願いします。はい、ではニューアルバムナイトレインボーから聴いてください。こことさえ呼ばない、君に触れたら時が止まる、星が舞うように何かに導かれて、抱えた孤独分け合いに来たんだろう、光の向こうへ Cause we don't knowそれの人生を生きている気がしてた、本当の自分は誰だろう、誰なの、明日になればまた日常を生きてゆく、乾いた心を携えそのまま確かな
Weaver Coco ということで、たくさんリクエストもいただいております。マイマイレタス、プリティダイマジン、バンビ、ミュウミュウ、きなこもち、ハント、マサコ、アキ、アサチャ、リンゴ、ヨッチャン、生魚たくさん、しかもですね、この最初に紹介したマイマイレタスさんはですね、はい、堺市23歳の女性の方なんですが、はい、中学校の教師、はい、お先生すげー、若いのにすごいですね。なんですよ。でそれで、仕事帰りに、まあ、車で八幡を聞いていると、はいはいはい、ウィーバーが出演ということで早めに仕事を終わらせて、結構遅いですね、はい、9時からスタンバってましたと。あ、嬉しい、というのも、私自身大学時代にウィーバーをコピーバンドでコピーしていたほど大好きです、ね、メッセージをいただいておりますけれども、それからですね、はい、ナッツは神戸市垂水区18歳の女の子なんですが、はい、ウィーバーの皆さんの母校である神戸高校をもうすぐ卒業しました。あ、卒業、うん、そっか、今垂水とかも神戸高校行けるんよ、うん、俺らの時代の時さ、ね、うんうんうん、学区が違ったんだそうなんだ、学区ちょっと変更があって行けるようになったんだよな、確か、うん、あ、そうなんだ、そっか、はい、ねえ、後輩も聞いてますよ、嬉しい、大学の入試試験に向けて勉強中ですが、時々心が折れそうになります、いつもウィーバーの歌で励まされてるんですが、よかったら応援の一言いただけませんかっていう、ね、メッセージいただいておりますけれどもね、いや受験生結構多いんで、はい、うん、はい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 、受験勉強頑張ってたおっくん、ちょっと、うん、頑張ってなかったでもね、まあ頑張ってて、そのやっぱ努力した分をやっぱ絶対報われるんで、うん、そのやってきたことを信じて、はいはいはい、まあ、あとは最後頑張るだけなんで、うん、そうだね、そう、自分を信じるっていうのはすごい大事なんで、うん、最後だけそうやって自分を信じて頑張ってほしいなと思いますね、うん、だってどんだけやっても足りないような気がするんですよね。そうですね、いつまでやってもそれはもう拭えないと思うんで、ね、最後はもう自分がやってきたことを信じるしかなくなるんで、そうですよね、そこはもうそこ信じてあげてほしいなと思います、頑張った時間って大人になってもなんかあの時頑張ったから今も頑張れるみたいな糧になるから、僕未だに受験生になってる夢見ることとかあるんですよ、そうなんだ、悪夢じゃん、ちょっと焦るんですよ、ちょっと焦るんですけど、でもなんかやっぱり、あの時の記憶があるから今があるんだなっていうのはすごい思うんで、今頑張ってほしいなと思いますね、うんうんうん、そうだよね、はい、人生どっかで頑張んなきゃいけない時って絶対来るっていうの、そうですね、はい、みんなにとっては今がそれかもしれないよ ね、うん、ね、そう、はい、だってライブの前とかもその例えば出る前、まあ、緊張したり、ね、しますね、するんじゃないかと思いますが、はい、まあ、ここで勝負だっていう時もあるわけでしょ、はい、そうそう、なんかあの我々ミュージシャンの中でも、うん、結構練習の時は自分が世界一下手くそだって思えっていうのと、ただステージに上がったら自分は世界一のプレイヤーだって思い込めっていうのを結構言われるんですけど、はいはいはい、やっぱそういうこうなんか自分を信じてあげるってことはやっぱどの世界でも多分共通することだと思うので、だから僕らも一緒の気持ちだったりします、ね、おー素晴らしい。先生、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございますね。まあ、そんなライブなんですけれども、まあ、大学生になって春のツアーに参戦できるのを楽しみにしてるというですね、夏からのメッセージもあるように、ウィーバー4月から全国ツアーがスタートとなります。はい、関西はツアー初日。初日。はい、初日。4月9日土曜、オリックス劇場で、ライブがあります。チケットの一般発売は3月12日ということですが、はい、うん、また初日っていうのはなんか、それ、なんかこうやっぱスペシャルな感じがありますよ、ね、そうですね、特に今回はアルバム背負ってなんで、うん、このアルバムの曲たちは本当に正真正銘この日が最初に披露する日なので、もうどうなるかっていうのは僕たちすごく楽しみになってます。4月9日土曜日オリックス劇場にて行われますので、はい、ぜひ皆さんも、ね、チェックしていただきたいと思います、はいはい、もう本当はあのねロッキーゼルト2もいつもいつもお世話になって、いますけれども、本当にありがとうございます、ね、またぜひ、はい、遊びに来ていただきたいと思います、はい、します、ね、今度ロンドンに行きましょう、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 そのココをね、そうココというココラブを、ね、ほんまにあるんかいって、ね、行きましょう、ぜひぜひ、というわけでこの時間スタジオに遊びに来てくれたのはウィーバーの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。